遊んでばかりいるとダメになるって思ってませんかその決めつけが子供の可能性を潰すこともあります。はい、どうもこんにちは。ライフスキルコーチのミスターオカッチです。親も子も楽になる緩める子育て、始めていきたいと思います。今日もね、1時間ぐらいゆるく話していきたいと思います。テーマはね、 子供の可能性を潰す親の決めつけ19選ということで、いわゆるね、親の考え方とか、親の価値観であったり、いわゆる親の決めつけだよね。こうしないといけないとか、こうすべき、ああすべきとか、こうしなければっていう、そういうべきであったり、えー、信念であったり、モットーであったり、価値観ですよね。それっていうのが子供の人生に大きく影響しますよってことでしょ ですよね。これ人生結婚って言ってるじゃないですか。で、僕たち私たちはもう大人ですけども、僕たち私たちはその人生結婚に従って子育てをして、人生結婚に従って毎日を生きてるんですね。で、今、子育てがしんどいであったり、子育てが自信がないであったり、子供との関係、パートナーとの関係がうまくいかない、毎日楽しくないな、なんかしんどいな、なんか疲れたなって、そういう状態に陥ってるのは、あなたが悪いんじゃなくて、人生結婚が悪いんですよと。 なので、新しい人生脚本を作ろうねっていうことを、えー、この YouTube の番組,、ねえー、番組でね、えー、いろんな動画で配信してきました。で、その人生脚本って何なのかというと、えー、0から6歳までの親との関係性によって作られた価値観とか信念ですね。いわゆる親が考えている正しいってこと、それに大きく影響するんですよ。いわゆる決めつけですよね。 人生はこうしないといけない。人と付き合う時にはこうしないといけない、ね。学校ではこう振る舞わないといけない。人とコミュニケーションする時はこうしないといけない。みたいなそういうことですよ。親にとってこれが正しいという決めつけ。それが子供の人生脚光になって、子供の人生、そして行動に大きく影響するということです。で、その決めつけが強ければ強いほど、子供の可能性を潰してしまったり、子供の感情を否定してしまったりするんですね。なので今日はその話です。子供の 可能性を潰す親の決めつけ19選ということでこのような決めつけ、まあ、ここにあの画像でね、19個並べてますけど、このような決めつけが強ければ強いほど、子供の感情を否定して、子供の才能を潰,しこと潰すことになり、子供は本来の力を発揮できずに育っていくということで、自分に自信がないから、自分の意見ではなく、周りの指示に従って動くようになる。つまり、指示がないと動けなくなるということですね。自自分軸軸ででははななくく他人軸自立ではなく周りに依存して で生きていくそのような人生になってしまう可能性がありますよ。 なので、このような決め,決めつけは気をつけようねっていうような、えー、注意喚起とともに、じゃあ具体的に子供のか可能性を伸ばすために、どのように関わったらいいのかというところをね、えー、具体的に実践できることを紹介していきたいと思います。えー、こんな感じでこの番組では、親も子も楽になる緩める子育てをテーマに、子育てのイライラや自分責めを緩めるコツや、子供を自立させる関わり方を紹介しています。えー、まずね、チャンネル登録をしていただいたら嬉しいです。えー、このね 長尺版の,あの顔出しなちバージョン、ゆるめる子育てラジオって名付けてるんですけども、これ1時間ぐらいの番組ですよ。もうこれすでに30本ぐらいあるので、まあ、家事しながらでも、えー、作業しながらでも、通勤の途中でも、えー、なんかね、作業系 BGM としてご活用いただけたら嬉しいです。再生リストのとこにね、ゆるめる子育てラジオってあるから、それをチェックしてみてください。はい。じゃあ早速始めていきましょうか。子供の可能性を潰す親の決めつけ19分の1。 ちゃんとししなければどうでしょうでょかどこ頭のどこかでいや心のどこかでちゃんとしなければいけないっていう決めつけないそれは親としてもそうだし子供としてもそう親としてもちゃんと子供をしつけをしつけしないといけないとか。 社会の迷惑にかけないように、ね、立派な大人に育て,て育てないといけないとか、とにかく、ちゃんと、母親としてちゃんと立派な振る舞いを私自身もしなければいけないし、子育てもちゃんとしなければいけないっていうふうに自分に言い聞かせていたりとか、子供にもちゃんとすることを求めている。そんなことはありませんちゃんとしなさいって言わないちゃんとしなさいって何ちゃ、ちゃんとって何 ってなりません具体的に何なんちゃんとってなるよねなるよね,なるよねそれは僕たち私たちも言われたらそう思うし、子供もそう思うんですね。ちゃんとって何ちゃんとってみんなと同じようにってこと自分が思ってることを言ってはいけないの自分が感じたまま表現してはいけないのみんなと同じようにしなければいけないのそもそもちゃんとって何 分からないから、自分を、自分の気持ちとか自分の考えをね、抑え込んで、周りが、周りの空気を読もうとするんですね。まあ、空気を読むこと自体悪くはないんだけど、常に空気に従う、ね。自分が思ってること、考えてること、感じてることっていうのを否定して、自分は正しくない。周りの考えが正しいんだってなってしまって、周りに合わせるようになる。ね、でいわゆるいい子ちゃんになってしまう。優等生になってくるですね、えー。世間に忖度する子です。権力の上の人に従う。 自分の意見は言わない。自分の頭の中には、自分の心の中には答えはない。自分の人生を決めるのは自分ではなくて、親であり、大人であり、専門家である。みたいに。せっかくの自分の人生なのに、自分が主体で動くのではなく、自分が主導権を持って生きるのではなく、ハンドルをどこかの誰かに明け渡してしまう。そういう状態になってしまうということですね。はい。つまり、責任感が 持てなかったり、自主性が育たなかったりするってことね。なので、じゃあどうしたらいいのかっていうと、本当にちゃんとしなければいけないのかと。で、そもそもちゃんとって何ってことです。自分の中でちゃんとを明らかにしてください。じゃあ、ちゃんとした子育てをしなければいけないって言うんだったら、どんな子育てなんですかちゃんとって何ですかちゃんとした母親にならなければいけないって言うけど、ちゃんとした母親って何 それを解像度高く明確にはっきり言語化してみてくださいということですで。もっと言えば子供にね、ちゃんとしなさいって言うんじゃなくて、具体的に何をしないといけないのかっていうのを、えー、子供にもわかるように具体化して伝えるのはいかがでしょうかということです。はい。19分の2。外遊びをしなければいけない。ちょっとお茶飲みすぎました今。はい。どうですか こういう思いはありません家で引きこもってたらね、えー、また家にいて、またゲームばっかりして、また動画ばっかり見て、外に遊びに来なさい元気にしなさいみたいな感じでね、まあ、元気にしなさいとは言わんか、外遊びに行かないのって、ね、お外行かないのって、公園行くとかね、まあ、誘うのはいいんですけども、とにかく外遊びをしなければいけないというような決めつけってない自分の中で。 外遊びをしてもいいし、しなくてもいいじゃなくて、絶対に外遊びをしなければいけない。男の子なんだったら、運動させなければいけないとか、ね、えー、いろんなスポーツ運動できるようにならないといけないとか、ね、そういう考えないどうでしょうか、ね。外遊びをしなければいけない。まあ、外遊びによってね、もちろんいろんないいところはあると思うんですよ。ね、いいところはある。それはね、なんだろうな、とにかく日光を浴びること自体いいじゃないですか。 ね、体にいいでしょ日光を浴びて免疫のシステムもできるしそこでね、えー、なんだろうなセロトニンっていう物質がねブワッて出てくるのでブワて出てくるのでそれによって意欲とかやる気とかが向上したりそのセロトニンっていう物質は夜になったらメラトニンに変わるから そメラトリンという物質によって、えー、ぐっすり眠れるようになるということでね。まあ、体にとってもとてもいいし、そもそも体を動かす自体がね、えー、心にもいいわけで、ね、脳にも刺激があって、えー、勉強の集中力がついたりとかね、えー、そもそも学んだことが記憶に定着しやすかったりするよね。うん、体と脳ってこう密接に関連してるから。なので 外遊びっていうのは体にいい脳にいいとかねで外遊びしながらね友達ともコミュニケーションができるしゲームで一人でゲームするよりもいいんじゃないかっていろんな考えがあると思いますただねそれを強制するのはどうかっていうことなんですよ 外遊びしなさいって言って強制されると子供はね子供でね家でね、えー、過ごすのが、えー、楽なのかもしれないしそもそも学校っていうのは仕事みたいなもん,、ね、もんなんじゃないですか子供からしたらねもうあれやらなあかんこれやらなあかんで1時間目から6時間目まで,まで授業決まってるわけでしょ、えー、自分が好きなメンバーと一緒に過ごせるわけでもなく好きな授業を受けれるわけじゃなく好きな先生とね、えー、から学べるわけでもなくもう全部決まってるわけじゃないですかもうこれ仕事なんですよ子供もあの学校でも仕事をしてるみたいな感じなんで家でもね 学校と同じようにね、あれしなさい、これしなさいっていう風に言われると、子供が息つく間がない、隙間がない、余白がない、余白がないと心のゆとりがないっていことで、休めないんですね。休めなかったらどうなるかというと、やっぱりね、勉強の集中力も下がってくるし、やる気が上がってこないよね。それボーッとする時間がものすごく大事なんですよ。余白を持つ時間がね。なので、家にいるときぐらい好きに過ごさせてあげたらええんちゃうかっていう考えもあるよね。 うん、どうでしょうか外遊びしないといけないですか子供がが、ね、やりたいように、あのー、過ごさせてあげることはダメなんでしょうか もちろんルールは決めることは大事よ。ゲームの時間何時間するとか、テレビの時間どうするとか、何時には寝るとか、そういうルールをね、納得できる話し合いの中でね、決めていくっていうのはすごく大事なこと。生活習慣を身につけさせるのは大事なことです。だけれども、こうしなければいけないっていう価値観だけにとらわれてしまうと、子供と対話するっていう姿勢がなくなってしまうんですね。私が正しいから、私の言った通りに動きなさいってなってしまうわけでしょ。そうすると子供ももう何を言っても無駄や。 お母さんに何相談しても、どうせも答えは決まってるってなると、言いたいことを言わなくなる、ね。自分の考えを言わなくなるし、そうやって話を聞いてもらえなかったら、一緒にいる時間が楽しくないんですね。楽しくなかったらもう話したくないってなるから、そのうち、学校で何やったんって聞いても、別にとか、何も話してくれなくなりますよ。そうすると、何か問題があった時にね、えー、対処するのが遅れるし、ねえー、相談されないことには、えー、サポートができないってことじゃないですか。なので、 親子関係をちゃんと作っていくってことも考えたらね、えー、あれしなさいこれしなさいっていう親の価値観親の決めつけで、えー、子供を動かすんじゃなくて、えー、子供が今しんどいんかなって子供が楽に過ごせるスペースを家で作ってあげる心と体が心地いい時間を、ね、過ごせるような、えー、関わりっていうのも大事なんじゃないかなって思うんですけどもいかがでしょうか。はい 子供の可能性を潰す親の決めつけ、3 19分の3。宿題をさせなければ、まあ、これは多いんじゃないですか宿題をしていない、勉強していない、後回しにしている、いつまでもゲームして、動画を見て、いつになったら勉強するのもう夏休みはもも2週間経ったのに全然進んでない。宿題どうするのってね、ありません勉強面、宿題面で気になることは多いと思うんです。それは親の中でね、宿題をさせることが親の役割なんだと。 勉強させることが親の役割なんだと思ってるかじゃないですか。勉強しなければいけないと思ってるかじゃないですか。そういう決めつけがあるから、親の期待通りに動かない子供を見て、イライラしたり、ガミガミしったり、なんかもやもやするんですね。ただ言い過ぎてもダメと思って、でも我慢してたらもやもやするんですよ。いつまでやってるのって、それその画面がいつか爆発しちゃうんですね。はい。そのような経験はありませんかはい。で、ここで考えていきたいんですけど、宿題をさせることが親の役割でしょうか。本当にそうなんでしょうかとですよ。 どこからどこまでが親の役割で、どこからどこまでが子供の役割なのかって明確に決めることがないですね。なのに、あのー、子供に任せることで、子供にはね、任せることで子供は自信が湧いてくるし、任せることでいろんな経験が積める。つまり失敗する経験もそうだし、うまくいく経験もそうだし、自分で選んで自分で決めた経験だから、やっぱ学び取っていくと思うんですね。 うん、なのにそうやって、えー、任せる本来なら子供がやるべきことを親が肩代わりする親が、ね、私がさせなければってなってしまうとそれって子供がそ,そ,その責任を持たなくなるんですね先ほどもお伝えしましたけど責任感を養うってことも大事だし、ね、宿題をやらなかった時に最終的に困るのは誰ですかって話なんですよじゃあ困らせた方が良くないってこと どう学校の宿題やらんかった。じゃあ学校の先生に怒られる。怒られるであったり、なんだろ休憩時間がなくなってしまってみんなと遊べないかもしれへんとか、ねえー。夏休みの宿題やるまであのずっとずっと先生にガミガミ言われるっていうことかもしれへんし、何かしら困ることがある,んだあるわけじゃないですか。じゃあ、その自然な結果を子供に体験させるってことも大事でしょ。親が怒って、 ガミガミ言って、宿題をさせるってことも一つだけれども、宿題をやらなかったと、それを子供が選んだことじゃないですか。自分が宿題をやるんじゃなくて、動画を見るってこと、子供が選んだことで、選んだことに対する結果を学校で叱られるっていう結果をね、体験させてあげたらいいんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうか。そこで困ってしまってテストが悪かったと。悪くて赤点取ってしまったとかね。何かしら困る経験をさせてあげた方が良くないかということだと思うんですよ、僕としてはね。 だから、親の課題か子供の課題かって考えるときの大事な問いとして、これは最終的に困るのは誰かです。今この問題、最終的に困るのは誰だろうって問いかけてみてください。そしてそれが困るのが親なんだったら、親が積極的に介入したらいいけど、それが困るのが子供なんであれば、放っておくであったり、見守るっていうアプローチも一つの関わりかなと思うんですけど、いかがでしょう。 はい子どもの可能性を潰す親の決めつけ19分の4学校に行かなければいけないとか親として学校に行かさなければいけないどうでしょうかそのような決めつけ持ってませんか学校に行きたくないとかね、えー、今日幼稚園休むとか息きしぶりありませんそういう時にどう関わってます学校に行きたくないって子どもに言われたらどういうふうに言います 今日は理科の授業あるから、あなたの好きな授業、理科の授業だから行って,行ってきなさいとかね、えー、みんな言ってるんだから我慢しなさいとか、わがまま言わないでと、ママ仕事なんだからとかね、子供が言った言った言葉に対してちゃんとそれを受け取っていますかってことですね。受け取ってあげないと子供は、あ、僕の気持ち聞いてもらえないんだってなる,なるよね。で、学校に行きたくないっていうのは最終段階の SOS の可能性もあるってこと。 これも前に話しましまたね。学校に行きたくないっていうのはすごく勇気がいることだったりするんですね。子供によったらね。で、それを行きたくないっていうこと。いうことは、もう、いろいろと積もり積もって、ね、何か分かんないですよ。子供からしても言語化できないことかもしれん。なんか分からんけど、いろいろと積み重なって、ね、まあ、お外が寒いかもしれんし、友達と喧嘩したかもしれんし、勉強が面白くないとか、ね、えー、友達といにいじめられてるとか、なんかいろいろとあるかもしれん。いろんなものが積み重なって、最終的に行きたくないって言葉になった。 親が聞いたのは今日が初めてだけど、子供からしたら半年前からずっと悩んでいたことかもしれません。うっすらとね。なので、最終段階の SOS として、その行きたくないっていう言葉と向き合うことが大事なんじゃないかと。そうしないと、最悪の事態に陥ることもあるからね。自殺っていう言葉あるでしょゴールデンウィーク明けの自殺がすごく多い。夏休み明けの自殺もね。はい。なので、そういうことで、 これは子どもの命を守るための最終段階の SOS なんだという気持ちで学校に行きたくないっていう言葉に向き合うことは僕は大事だなと思っていてその時にね何としてでも学校に行かさなければいけないっていう決めつけがあればね子どもの気持ちに寄り添えないんですよね子どもの話を聞いてるつもりでもどうやったら学校に行かせるんだろうってねどうやったら子どもをねえ説得できるんだろうってそんなことばっかり考えてしまうから でそ,れがでそれが子どもの気持ちを傷つけることになったり、もしかしたら子どもの命を奪う危険性すらあるというふうに僕は思います。ので、ので本当にそう学校に行かなければいけないのか、行かさなければいけないのか、それが親の役割なのか、それ以上に子どもと,との関係を良くすることであったり、子どもの気持ちをちゃんと受け止めてあげるであったり、しんどいときには休んでいいよというふうな、ね、考えもあるわけでしょ。あるわけでしょ じゃあいろんな考えがある中で今のこのタイミングでどの考えを選択することで親子関係が良くなったり子どもは子どもらしく過ごせるかなという観点で考えていくことが僕は大事かなと思っていますでしんどい時には休むっていうことも僕はすごく大事なライフスキルだと思うし逆にしんどい時もう限界な時に無理することそれって本当に素敵な価値観でしょうか子どもにとって子どもを幸せにする価値観なのかということを今一度点検することはいかがでしょうかということですね はい、子どもの可能性を潰す親の決めつけ分のかな前向きでいなければどうでしょうか、えー、いつもニコニコしないといけない笑顔で元気よく活発に悲しい話をしてはいけない弱音を吐いてはいけない泣いてはいけない怒ってはいけないいつも前向きでいなければいけないそのようにあなたは考えてない いつも前向きでいないといけないって人と関わるときもそう思ってないちょっとでも困ってる人がいたらちょっとでも笑顔が曇ってる人がいたら駆けつけて大丈夫って笑わそうとしてませんかどうでしょうか本当に前向きでいなければいけないんでしょうか苦しいときには苦しいって言ったらダメしんどいときにはしんどそうな顔したらダメ休みたいって言ったらダメなのいつでも挑戦しないといけないいつでも全力で頑張らないといけない しんどい時に休んだらあかんの弱音を吐いたあかん相談したらあかんの助けを求めたらいけないんでしょうかはい前向きでいなければいけないっていうその決めつけが子供を苦しめることになるかもしれない つまり、苦しめるっていうのは、僕は助けを求めてはいけない。いつも明るくしないといけないし、ニコニコしないといけないし、弱音を吐いてはいけない。ね、相談もしてもいけない。休んではいけない。そのような考えにつながっていき、そのような生き方を身につけてしまう。つまり、もう限界なのに、もう苦しいのに、周りの期待に応えるために走ってしまう。まえー、頼み事を断れない。ノーが言えない。で、いつも明るくしないとってなって、ね、えー、本当の自分を隠してしまう。 どうでしょうか。子供の可能性、子供の、子供に生きづらさを植えつけてしまうことになるかもしれません。ということでね。で、前向きでいなければいけないって、僕はね、僕はそう思わないんですよ。前向きでいたかったら前向きでいていいし、で、あのー、自分の機嫌を自分で取るってことはすごく大事よ。ね、機嫌を取るというために、えー、機嫌を取るっていうのは自分のためですよ。相手のために機嫌を取るんじゃないよ。自分のために機嫌を取るということ。周りをにこやかにするために機嫌に取るんじゃない。 自分が幸せになるために自分の機嫌を取る。そういう発想でいるんだったら OK なんですよ。前向きでいるっていうのもね、前向きでいることで自分が心が楽で、ね、幸せで、そっちの方がええと思うんやったらそれでいいんですよ。ただそれを子供に押し付けるのはどうですかどう,どうなんだろうってこと。あなた自,自身の人生で、あなたがそのやり方で成功なんてあなたはそれでいいんだけど、それを子供に押し付けることはどうなんでしょうか 弱音を吐きたいこともあるし、泣きたいこともあるし、イライラすることもある、全部大事な感情じゃないですか。ね、楽しいっていう感情だけが、あのー、大,事な大事な感情なんでしょうか。全部大事な感情だと思うんですね。何かを訴えるサインなんですよ。イライラっていうのは自分が、ねえー、思い通りにならないってことを教えてくれてるサインだしで、えーなんだろう、悲しいっていうのもね、悲しいっていうのは自分のだろう尊厳が傷つけられようとしてるサインかもしれへん。ね 相手が自分の境界線を飛び越えてこっちに踏み込んでるサインかもしれんよね。そういう感情っていうのは何かしら自分を幸せにするためにこれ以上やったら危ないですよっていう警告のサインであったりお知らせなんですね。その感情を感じなくさせるっていうのはその警告を消すってことなの。だからどん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 舐められるしどん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 傷つくしどん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 奪われていくんですね。自分の中で大切な何かが。 はい、なので、感情っていうのはすごく大事であり、逆に感情に敏感になることが僕は大切かなと思います。それが自分の声じゃないですか。感情っていうのは自分の声でしょうん。自分の声です。何かしら訴えてるんですよ。こうしたい、ああしたい。それが叶わなかったときに感情が出たり、叶ったときに嬉しいっていう感情が出てくるわけでしょはい。なので、感情を大切にするっていうのは自分を大切にするってことにつながるから、いつでも前向きでいなければいけないというよりも、後ろ向きな気持ちも、えー、悲しい気持ちも、 え腹が立つ気持ちも全部自分なんだということで肯定してあげることはどうでしょうかと、ね、ただもちろんね感情を感じたまま感じていいけどそれをどう表現するのか工夫が必要だよねってことでねこれは大事よ、ね、イライラした気持ちをそのまま感情的にぶつけたら見解になるし対立するやろだから感情は感じていいでその感情をしっかり言語化して冷静に伝えるっていう練習を一緒にしてあげるってのがいいんですね で、それはまだだいぶ先の話です。だいぶ先の話。ねい一番最初に教えたいことは、感情は感じてもいいんだと。どんな感情も感じていいということを教えてあげるということですね。これが僕は大事だなと思っていて、そのために感情を原稿化してあげるということだよね。悲しいのかなって。ね、順番抜かされてイライラしてるのかなって。あ、カレーライス食べたかったんだねって。もうちょっと、も,もっとおかわりしたかったんだねってね。ね その子がどういう気持ちなのかっていうことを、あのー、言語化してあげる。オウム返しのように伝えてあげるってことですね。そうすることで子供自身が自分が今どんな感情なのかどうしたいのかっていうのは子供自身で分かりますよね。そのお手伝いをしてあげるっていうのはどうでしょうかということです。はい。19分の6。最後までやらなければいけないと思っていませんか一度自分でやると決めたことは途中で投げ出してはいけない。諦めてはいけない。やめてはいけない。 そのように思ってない。はい、えー、それはもちろん一つ大事な考え方ですよ。やり抜く力って言葉もあります。ね、自分がやると決めたことを最後までやり抜く。そうすることで、えー、結果も出やすいし、成長するし、ね、結果が出て成長していけば、自分に自信も持てる。すごく大事な力なんですね。やり抜く力。ただね、やり抜く力を高めるためにはね、えー、途中でやめていいよっていうことを OK, す OK にする。 ね、途中でやめるということを OK にするということは、これものすごく大事なんですね。自分がやると言ったことを絶対やめてはいけないんだと思うと、挑戦できないじゃないですか。ここでやるって言ったら、もうなんか大学卒業までずっとやらなあかんのかみたいな、そういう感じになってしまうとね、気軽な気持ちで一歩踏み出せないでしょ。気軽な気持ちで踏み出せないと、自分がやりたいことが分かんないですね。だってやりたいことを見つけるっていうのは、いろんな行動をすることで、あ、これは自分に合うな、これは自分に合わないなっていうことを、行動の量じゃないですか。 でそこで発見があり、あ、これは自分に合うなと、これが自分が好きなんだな、あ、逆にこの人とは合わないんだなっていうか分かってくるわけでしょ。そう。その自分がやりたいことであったり好きなことを見つけるためには、とにかく自分がやりたいと思ったことを実践すること、たくさんやってみることが大事なんですね。うん。で、やりたいことだからこそ、最後まで続くんですよ。 やりたいことだからですね。やりたくないことを続ける力なんかいらないんですよ、はっきり言って。もう極論ですけどね。いらないと僕は思ってます。それよりも、やりたいことを実現する。そのためには、こんなやりたくないことはある。だけど、このやりたくないことをやった先に、この会計処理ね、給料の生産、領収書の処理、これやりたくないよ、はっきり言って僕。でもこれをやった先に、ねえー、子供を夢中にさせる、学校を作ることができる。子供、子供ね、子供らしく、えー、自ら輝く力を、 育むことができる。そのためには、やっぱこ、ね、体育館の予約も必要やし、領収書の生産も大事やし、えー、スタッフの教育も大事なんだ。これやりたくないことかもしれんけども、自分がやりたいことのためにやるんだ。というふうなね、考えを持つことは大事なんですよ。だけど、今のこのやりたくないことをやった先に、何も希望もなくて、何もない。やりたくない。とりあえずこれをやらなければいけないっていう考えでや,ったや,る,やる力っていうのは、ね、あのー、それはね、 あんまり僕は意味がないと思っていて、それよりも、やりたいことを見つけさせる。で、やりたいことを見つけるためには、やりたいことをやるためには、こういうことをやらないといけないんだよと。そこを頑張ることの方が僕は大事かなと思ってます。同じ努力をするんだったら、やりたいことに対して、そ,そのやりたいことに対して実現するためのやるべきことに対する努力をやるべきかなと僕は思ってます。はい。ね。なので、そういうためにも、やりたいことを見つけるってものすごく大事なことだと思うんですね。 なのに、最後までやらなければと、途中でやめてはいけないと思ってしまうと、えー、行動することがね、ちょっとこう、一歩ね、えー、こう、勇気がいるんですよ。一歩エネルギーがいるんですね。一度やるって言ったらやめられないとなると。じゃあ行動の量が減るから、やりたいことを見つけることも難しくなるということです。なので、僕は途中でやめてもいいし、実際おかちもね、今月やるって決めたことを実際変えてるんですよ。 カホ、えー、本の練習ね、週4回、15分ってや,やってたんだけど、いや、週3回でえわって言って、ちょんちょんって言って3に変えてますし、えー、逆に、えー、なんだろうな、ダンスの練習週2回にしてたんだけど、あ、これ週3回やろうと思って週3にしてますし、途中で変えても OK なんですよ。ね、途中で変えても OK。で、途中でやめても OK。そういう気軽な気持ちでスタートするってことが大事なんじゃないかなって僕は思います。いかがでしょうか。はい。親の決めつけ、19分の7。 いつも明るくなければ。あ、これ、まあ、ごと一緒、ほぼ一緒やな。いつも前向きでいなければとかね。まあ、いつを笑顔でいなければとか、そっちの方に持っていこうかな。ね。いつも笑わなければとかね。ね。どうですか子供を習い事してる時に、まあ、ダンス教室でよくあるんですけど、ね、音楽の世界でね、夢中になっている子供、真剣な表情して踊ってる顔でね、か踊ってる子供に、えー、観客席から待合室でね、えー、笑顔よって、たくちゃん笑顔でよっていうの笑顔の顔するんですよね。 笑わそうとすするんですよなんでそこまで笑わせたいのってことですよね。いやいやいや、音楽を聴いて、子供のペースで、子供の中で没頭すると、その音楽、子供のペースで味わってるんですよ。楽しんでるんですよ。それを笑顔でするっていう楽しみ方を強要するってことはどうですか、ね、自分が感じたまま感じ,感じたらだめ僕はいいと思うんですよ。とにかく、ね、感じたままを感じるっていうこと、自分が何を感じてるのかを感じるっていうこと、それを そういう機会を持たせることはものすごく大事だと思うんですよ。その,感じ,るのな感じるっていうことの中にね、子供の才能であったり、興味であったり、関心であったり、好きなことであったり、自分にとって大事なことであったり、自分にとって嫌なことが分かる。その感情の中に詰まっているので、感情を知ることで自己理解が進むんですよ。自分はどういう人間なのかが分かる。どういう人間かが分かるから、自分がどうやって生きていきたいのか、どういう学校に行きたいのかっていうのが分かってくるんですよ。これからの進路とかですね、キャリアとかもね。 なので、自分を知るってことはものすごく大事で、そのためには自分の感情を感じるってことが大事だと。ね、なのに、明るい状態しかダメなんだ。いつも笑顔でいなければいけないとなると苦しいよ。本当に笑いたい時に笑えないよ。うん。愛想笑いずっとしてたら、ね、自分が心から笑えなくなるんよ。これ不思議とね。おかちもそうでした。顔を引きつった笑いでしたよ。 ね、目が笑っっててててない言言わわれれまましししたた引きる本当に引きつってますからね、僕の,あの,あの25歳ぐらいまでのおかちの写真見たら、あのブログにあるんで、また見といてください。アメブロありますよ。ミスターおかちのアメブロで検索したら出てきます。はい。えー、っと、19分の8。字をきれいに書かなければいけない。ね。 まあ昔ほどこういうのはなくなったかもしれないですね。まあ僕が小学校の頃は結構あったよね。習字教室に通わすっていう流れとにかく字が汚かったら恥ずかしいっていう形ですね。パソコンもなかったし、ワープロも普及してなかったから、手書きでね、商談を行うことになって、手書きで相手にメッセージを送ることがまあ主流やったわけじゃないですか、当時はね、うん。なので字が汚かったらダメだったんですよ、昔はね。 で僕たち私たちはその字をきれいに書くってことが大事だっていう世界で育っているから子どもにも同じことをさせようとするんです、ね。汚い字見てたら何ミミズみたいな字書けてんのみたいな。ミミズネズミいやミミズやな。ミミズみたいな字を書くなんて何回言われたか。何回言われたか、ほんまに。でできていないところがあればできるようにするための。 習い事を通わさせられるってことね。僕たちも習字教室に行かされましたよ。ね、あの動くのが好きなのに、正座して1時間、ね、あの牧場、牧獣使ってもダメみたいな、墨をすらなあかんかったんですよ。墨をすって、そこから字を書く。で、字を書いたら、一生懸命書いたね字にね、山とか川とか書くわけじゃないですか。ね、書いた字にね、思いっきり赤でね、修正が入るんですよ。ダメ,あれダメ、あれもダメ、これもダメってね。そんな状態で、そんな環境で、どうやって自信って持てるんでしょうか。ね 本当に字をきれいに書かなければいけないんでしょうかどうですどう思いますそこまで子供が苦手なことをさせるってことって大事なことですか それよりも得意なことで、ねえー、成功体験積ませてあげて自信をつけさせることって大事じゃないですかどう思います苦手なことを克服して一般の人と同じぐらいにさせるのももちろん一つ考え方としてあるけれども今現在特に自信がないんだったら、ね、自信がない子,だ子なんだったらね、えー、とにかく成功体験を積ませてあげるその子が短所,なんだ短所があるんだったらその短所が長所に変わる場所をで、えー、与えてあげるということですね。 うん、例えばお母ちゃんも、ね、字が汚いってよくこれ言う事例なんですけどそれ習字を習字教室ではね思いっきり罰をつけられるよでもアート教室やったら個性的な字として評価されるかもしれませんよねなんだこんな字見たことないみたいな <laughs> 何これミミズみたいな字やなイケてるやんみたいなね <laughs> そうそうだからその子の短所が長所として発揮できる環境に、えー、よあの連れて行ってあげるってことこれはね自信をつけさせるためにも大事なことなんじゃないかなって僕は思うんですけどもいかがでしょうか はい、ちょっとお茶飲みますね。次、9ですね。はい、もう最近はもうルイボスティーですね。前はルイボスティーとほうじ茶ち黒豆茶を行ったり来たりしてたんだけど、もう最近はもうルイボスティー一択です。はい、これルイボスティーはね、あんまりカフェ、あ、カフェ、これノンカフェインなんですけど、ノンカフェインやし、カテキンもあんま入ってないということで、あのー、夜飲んでもね、寝れるんですよ。 そう。それすごく大事だし、利尿作用もない。なんか寝てて途中でパッて起きてしまうってこともないんですよね、トイレでね。なので、やっぱルイボスティーいいえな。ルイボスティー美味,美味しいしね。はい。えー、9。安定した仕事を選ばなければどうでしょうか。子供がね、なんだろうな、えー、宇宙飛行士になりたいとかね。<laughs> まあ、なんだろう、あの、絵描きになりたいとか、あの、ギタリストになりたいとか、YouTuber ーーになりたいって言ったときに、ね、えー、どんな反応してます いいねーとは言ってるけど内心どう思ってます安定してしが安定した仕事をついてくれたらなーとかね。なんだろう。大企業を勤めてくれたらなーとか、看護師になってくれたらなーとか、公務員になってくれたらなーとか、もっとね、えー、ちゃんとした仕事をついてくれたらなーって。ちゃんとって何はい。思ってませんどうでしょうか。ねーこれ仕事ってすごく大事ですよね。子供にとってね。で、その時に、ね、子供の仕事先、仕事っていうのは、どうでしょう。親が決めない。 決めることなんでしょうかまずまずそこですね。子供のの仕事を選ぶのは親でしょうかまずそこ、一つですね。ツッコミ、ツッコミ一つ。で、もう一つのツッコミとして、えー、今安定している仕事、安定とされている仕事は、果たして20年後も安定しているんでしょうかと。 いうことですよねこれだけ時代が変わってるね、現代の中、現代社会の中でね、ね何が成功するのか、何が安定しているのかって分かんないんですよ、ね。例えば、おかちがあおかち、おかちのパパかな、おかちのパパが大学卒業した時は、もう銀行っていうのもね、将来安泰とされていて、銀行で勤めたらもう、あのーねえー、成功者って言われてたんですけど、でも僕が二十歳ぐらいの時にはもういや、銀行って潰れるよって言われてた業種の一つなんですね。 まああのネットバンクとかもあるしそもそも銀行に預けるってことよりも、えー、投資とかもあるからねいろいろな方向でお金が分散するし銀行っていうのはこれからなくなっていくんじゃないかっていう業種の一つになったんですよたったの20年でこんだけ時代が変わるんですねだから親が考えているこの仕事は安定っていうのは果たしてお、あのー、20, 年後にと20年後も安定なのかっていうことプラスその安定親が考える安定した仕事をつくことで子供は本当に幸せになれるのかどうですよ はい、で子どもの幸せと親の幸せって違うんですよ。だって他人だから。これすごく大事ですね。親の決めつけっていうのは自分の価値観を押し付ける行為、なぜそのようなことをしてしまうのかというと、私と子どもはあの、ね、同じ人間なんだと、ね、私と子どもは子どもは私の一部なんだと思ってるから決めつけちゃうんですよ。ね、私の幸せは子どもの幸せだ、私はこういう風になったら幸せと思ってることは、きっと子どもを幸せに違いないという風に勘違いしてるんですね。私と子供は違うんですよ 全く違う生き物であり、全く違う考え、価値観を持っている、他人であると自覚すること、この境界線をしっかり引けるかどうかが、子供を自立させるか、それとも依存させるかになってくるんですね。私と子供は同一人物でって、ね、母子カプセル、私の母のカプセルの中に子供を入れてしまうと、子供は本当にね、親の価値観通りに育っていき、自分の価値観、考えを殺してしまうんですね。自分を殺す生き方を選択しちゃうんですよ。自分を生かす生き方じゃなくて。 はいどうでしょうか。安定した仕事を選ばなければいけないとい,けないと本当にそうで子供が選んでね、子供が決めて、そこでたとえうまくいかなかったとしても、子供が選んだことならそこで自分で反省するやん。でも人が選んだことやったら人のせいにするんですよ。自分が選んで、選んだ先の結果でこそ子供は成長するって僕は思うんですね。で仕事だってね、一つの仕事をついて、そこから変えることもできるわけじゃないですか。 ダメなんでしょうかおかちも29で辞めてあ、30か、30で辞めて、今の仕事してますけど、どうでしょうか、転職するっていうこともありやし、ね、起業するっていうこともありやし、安定した仕事って何なんでしょうかむしろ安定した仕事を選ぶっていう発想自体が、僕は安定した安定していないと思ってるんですよ。だって安定した仕事っていうのがそもそもないし、大事なことは時代がどんど、時代がどんだけ変わっても、ね、ね、 変わったとしても今の会社がね、えー、将来危うくなったとしてもどこの業界でもどの業種でもちゃんと活躍できるそういう力を育むことだと思うんですよ会社を選んでその会社に依存するってことではなくその会社で働いていたとしてもこの会社以外でも活躍できるそういうふうに自分の市場価値を高めることの方が僕は大事だと思ってますはい最後ですかね前半戦19分の10遊んでばかりいるとダメになる はい、えーね、どうでしょう遊んでばかりいないで勉強しなさいって言ったことありませんで遊んでる姿を見るとねなんかもやもやするでも子供が本を読んでいたり勉強している姿を見たら安心するっていうそういう親御さんも多いんじゃないでしょうかでこの遊ぶことっていうことをバカにしてはいけないってことねそもそも遊ぶことによって非認知能力が高まっていくんですよ。 でもちろん学力を高めることも大事だけど、非認知能力を高めることも大事だよねって話してるでしょ非認知能力っていうのは、学力で測れない目に見えない力、ね、自己肯定感、考える力、やり抜く力、コミュニケーション能力、えー、失敗から立ち上がる力、それがね、あの非認知能力でしょそれっていうのはやっぱ遊びの中で自発的に自分から選んで、自分で考えて、そして全身を動かして、えー、学んでるときに、えー、あの学べるんですよ。非認知能力ってね。 遊びっていうのがもう絶好の非日にち能力を学ぶ場なんですよ。鬼ごっこしようって言って、いや私隠れんぼがいいって、これ見解になるわけでしょ。じゃあどういう風に伝えたら鬼ごっこができるのか。これも作戦練らないといけないし、じゃあ鬼ごっこするになったとしても、じゃあどうやったら相手にから逃げることができるんだろう。作戦を立てることも必要だろう。でこれ、まあ お遊びの中で野球をやって、どうやったら点数を取れるんだろう。チームと中で話し合って、作戦を立ててとかね、チームの中でコミュニケーションするで考えた通りに、実行してみる。ああ、うまくいかんかった。反省してみて、次に生かす。この中にね、非認知能力を高める要素がふんだんに詰まってるんですよ。遊びの中でね。で、先ほどもお伝えしました。子供は学校では仕事をしてきてるんです。仕事から帰った後、あそ自由にさせてあげてもええんちゃう どうね、6時間目もう想像してください。もう今からね小学生になって僕たち私たちがね1時間目から6時間目まで椅子に座ってね、えー、なんか自分がこの人と一緒にいたいって人じゃない人30人とね、えー、過ごしていくどうですか息苦しいですよ。それを子どもたちはやってきてるんですよ。やってきてる。もう仕事を終えて家に帰ってきてるんだからほっとできる時間遊んでもいいんじゃないかなって僕は思うんですがいかがでしょうか はい、前半戦終わりましたね。子どもの可能性を潰す親の決めつけ19分の11いきましょうか。はい、ここまでお付き合いいただきましてありがとうございます。ここからも、えー、頑張ってやっていきたいと思います。合格しなければ、そして合格させなければいけないって思ってません 英検でも、関検でもそう。算数検定。算数検定ってあんのかなわからへん。なんかね、目に見える資格であったり、テストの点数であったり、なんかそういうような、なんかその、スコア化されるものであったり、えー、合格不合格がわかるような、合否がわかるようなテストにがあったときに、なんとしてでもそれを合格させなければいけない。 まあ、えー、習い事で言ったらね、な、〇〇賞に受賞するとか、いうことかもしれへんし、えー、スポーツであれば、どこどこチームに勝つっていうことかもしれない。ね。とにかく、結果を出させなければいけない。結果を出さなければいけないって思っていない。で、その結果を出さなければいけないっていうのは、ものすごくプレッシャーよね。プレッシャー。それは子供にとってプレッシャーなんですよ。結果を求められているってなると。 で、結果、結果、結果って言ってたら、まあ言ってなかったとしても、ね、親がどう考えてるのかっていうのは子供分かってると思っとった方がいいよ。言葉ではね、えー、負けてもいいよとか、ね、えー、不合格でも大丈夫よって言ってても、あ、ママ合格してほしいんやな、あ、ママ買ってほしいんやなって、これね、内心を読み取る達人だから、バレてるって思った方がいい。心の中で思ってること。ね。なので、逆に言ってることと思ってることにギャップがあれば信用されなくなるよ。僕はそう思います。だから、 自分が本当に、本当に合格させなければいけないのかっていうところ、自分の中でまず整理することが必要ですね。で、それを合格させなければいけないと思ってるんだったら、合格するべきっていうふうな言葉を発したらいいし、ただそれを押し付けることが子どもにとってどういう影響をもたらすのかってこともちゃんと自覚することが必要だよね。大事なことは山ほどあるんですよ。 大事なこと、子供の自主性も大事だし、子供のペースで、えー、学ばせてあげることも大事だし、だろう結果を出させてあげて、成功体験積ませることも大事。いろいろと大事なことがある中で、ね、何を捨てて何を大事にするかなんですよ。それも手順だ、ステップですよね。ステップ。ね、の野球を始めるっていう時に、だろうなオリンピック選手と同じ練習メニュー刺さないでしょ。幼稚園児に。 まあ、とにかく、ボールに触れること、バットを振ること楽しいなって、そういうとこから始めていくわけじゃないですか。いきなりオリ,オリンピック選手の、ね、練習を求めないし、オリンピック選手に期待していることを、ね、野球を始めたての子に求めないじゃないですか。そういうことなんですよ。そういうことと一緒で、いきなり大人,大人の社会は厳しいから、結果を出すことは大事だから、だから子供のうちにもしっかり教えないといけない。その気持ちは分かりますけど、ステップがあるんですよ。 ステップ1、ステップ2、ステップ3、ステップ4ではあるんですよ。なので、ファーストステップとして、今、子供5歳かもしれんし、3, 歳 3, 3年生かもしれん。わかんないですよ。あなたのお子さんの年齢は。わ <laughs> からへんけど、その年齢で、今、どういう関わりをしたらいいんだろうということを、えー、考えて、関わっていくということが大事だよね。 で、先ほどにもお伝えした通り、合格しなければいけない、結果を出さなければいけないと思ってたら、やってること自体の楽しさがなくなっていくんですね。そもそもバスケやりたいって始めたのに、いつの間にか県大会で優勝することをね、えー、コーチからも、えー、親からも、 人名とから求められたってなってくると、野球を、ややあバスケをやる野球をやることが楽しいっていうその気持ちじゃなくて、勝つためにやってるっていう風なね、いわゆるその外発的動機が内発的動機に入れ替わってしまう、アンダーマイニング効果とも言われてるんだけど、内側からとにかく野球そのものが楽しいっていう風なとこで始めたものが、いつの間にか結果を出したら楽しいに変わってしまうってことね。ねこれやっぱ内発的動機っていうのはすごく大事なんですよ。 子供の時にね、その内発的動機を育,む育んであげるってことはすごく大事で、まあそれと同時に、外発的な動機、目標を達成するためにこれをやるんだって、それも大事なんだよ。大事なんだけれども、そもそも生きていくための動機って内発的動機ですよね。うん。誰かに、誰かに認めてもらうために生きるんでしょうか。結果を出すために生きてるんでしょうか。違いますよね。幸せになるために生きていきますよねで。幸せっていうのは、自分がどう感じるかによって違うわけでしょ。 僕の幸せとあなたの幸せは違うんですよ。ね、で僕は山登りしてたら幸せやなって感じるんですよで。山登り嫌いな人からしたら別に山登っても幸せやなって感じないわけじゃないですか。人それぞれ幸せとはの何かって幸せを感じるえ感度、尺度が違う。違うのにもかかわらず結果を出すことを押し付けていたら自分の物差しではなく、ね、周りの物差しに合わせて生きていく。 周りから求められること、周りから求められる結果を出すために生きてしまうということでじな、なんだろうその、生きづらくなってしまうね。生きづらくなってしまうっていうのは、自分の物差しか育っていないから、自分の発言であったり行動であったり生き方っていうのを他者の物差しで測ってしまうんですね。他人から認められた時だけッ OK ってなってしまう。 だからこそ、えー、幼少期の早い段階にね、結果を求めるような教育、関わりをすると、えー、自分の物差しを育てるってことが育っ、育、あ、て、のー、培われていかないんじゃないかなと思うので,で、思うのをプラス、今やってることに対する興味とかもなくなっていくんじゃないかなと思うので、結果を出すというよりも、子どものペースでね、えー、やらせてあげるってことも大事なんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、いかがでしょうか。はい。えー、決めつけ、12分の19分の12。 我慢しなければどうでしょうか。幼少期の時にね、えー、自分も言いたいこと言わなかった、やりたいこと我慢した、うちは貧乏だからと聞かされていたから、ピアノやりたいと言っても、押し殺してね、えー、我慢した、私立の中学に行きたかったけど、大学に行きたかったけど、うちは貧乏だからって言って諦めてきた。そうやって自分が我慢した人生を送っていると、ねえー、子供にも我慢させようとするんですね。 我慢することが大人になることなんだとそういうような間違った考えを子供に植えつけちゃうんですよ考えてみてください我慢することが大人なんでしょうか僕は違うと思いますね自分で自分を幸せにするその選択ができることが大人だと思うんですよどうでしょうか <laughs> 自分を不幸にする選択をするそれが本当に大人なんでしょうか でもちろん我慢をすることでそれが自分,はし自分の幸せにつながるということで納得した我慢だったらそれはいいと思うんですよ。だけどそれをやった先に自分の幸せも希望もないのにとにかく我慢することが正義みたいな、ね、ところを植えつけてしまうと子供は苦しくなるんじゃないかなと思うんですけど。 で同じように、ねえー、子,供その子供が大人になったときに自分の子供にも我慢を強いてしまうし自由に生きている人の足を引っ張ろうとするんですよで。これが苦しいところ、我慢の苦しいところっていうのは自分が我慢していたら我慢していない人に対してイライラするんですよ。だって私こんだけ頑張っているのに私こんだけ我慢しているのにあの人だけ好き勝手生きてずるいってなっちゃうんですね。でこのずるいってなって足を引っ張る世界。 これって平和ですかってことですよ。だから僕はね、ずっと言ってる通り、幸せが誰かの我慢で成り立つってそんな世の中を終わらせたいんですよ。我慢っていうのは誰も幸せにならない。って僕は思ってるんですよ。自分が納得する我慢だったらいいですよ。納得する我慢なんだったら、人に押し付けないでって感じです。はい。あなたが自由に我慢するんだったら OK だけど、それを ね、僕に押し付けないで、そして子供に押し付けないでって思うんですけど、どうでしょうか。もちろんその場合にはね、ルールがあったり、守る,守るべき法律もある何。何でもかんでも自由にしていいっていわけではないです。もちろんそれはそうです。ね、自由に生きるっていうのはやりたいようにや,やるってことではないです。ね、初期定性の中で守るべきルールもあり、そして、えー、尊重すべき人の自由もある。そういうことも大事にした上でね。 自分が心から納得できる選択をしたり、できるなら満足して生きたいように生きること、まあ、それがね、僕にとっての自由であり、その自由に生きるための、えー、感度を育んでいく、自由に生きるための力を育ててあげることが教育において大事かなって、そういう信念を持って、今ね、ライブ好きの学校をやってます。はい、やってますが、何の話だっけ そう。我慢しなければいけないんじゃないですか。やりたいことを見つけて、やりたいことを実現するっていうことに努力をする。我慢することを努力するんじゃなくて。ね、我慢しなければ我慢しなければって自分の欲,欲望を抑え込むことを我慢するんじゃなくて、自分の欲望を叶えるための努力をする。そこを頑張ることが僕は大事なんじゃないかなと思います。はい。19分の13。完璧にしなければどうでしょうか。ね。 国語も算数も理科も社会も習い事やってもどこに行っても活躍しなければいけないどこに行っても結果を出さないといけない、えー、全部満点全部100点取らないといけない完璧にしなければいけないって思ってません思ってるだけではなくてそれを子供に押し付けていませんか分単位のスケジュールねボ、えー、ーっとしてる時間も許せない1分1秒でも有意義なことをしないといけない、ね、効率よくタイパー コスパって言葉がありますけれども、タイムパフォーマンス、コストパフォーマンスね、えー、とにかく完璧にさせなければと思ってたら、これまた息苦しいよ。ねえー、ふっとリラックスできるふ、あのー、瞬間がないからねで。苦手なことにもやらないといけないって、もちろん苦手なこと取り組むこと否定してないよ。だけども、全部完璧にするってこれ苦しくないで不可能だから。 そもそも全て完璧にするってことは不可能だし、全て完璧にすることによって、えー、子供の持ち味が死んでしまうこともあるんですね、あのー。丸になるな、星になれっていうこともあるわけでしょ。星っていうのはとんがってる部分があるでしょ。そのとんがってる部分を伸ばしていく。子供の特,特性であったり、個性であったり、そういう部分を伸ばしてあげ,あげて、得意なことで社会に貢献したらよくないですか すべて満点を目指,してこと目指すことで、結局、どれもこれも中途半端になってしまうかなって思うんですよ。どうでしょうか。はい、そうじゃなく、まあ、それもいいんですよ。それが、それがそうありたいって子いんが言うんだったらいいけども、それを押し付けることで、逆に子供の突き出た部分を削ってしまうことになるんじゃないかなと、個性を伸ばすことにエネルギーと時間をね、えー、注ぐ隙間がなくなるんじゃないかなって思うんですよ。はい なので、子供の可能性を潰すことにつながるんじゃないかなと。完璧にしなければじゃなくて、それは自分自身の生き方もそうですよ。家事も育児もすべてあらゆることを完璧にしなければっていう、その生き方を見てるからね、子供は。本当にそうなのかと。完璧にすることで子供は幸せになるんかなと。子供を幸せにするために完璧にしなければと思ってるんだったら、いやいや、完璧にすることで子供は失敗できなくなって、ねえー、リラックスできなくなって、親に褒められることしか相談しなくなって、苦しくならないって。 本当に今やってるその完璧にしなければっていうその考えは子供を幸せにしてるんですかっていうことを改めてあの点検してみるのはいかがでしょうかはいちょっとお茶飲みましょうはい19分の14仲良くさせなければってやつな一人で遊んでたらなんかモヤモヤするとかねえー、ないそういうことたくさんの人と遊,ん遊ばないといけないとかねえ友達と えー、いい関係を築かないといけないとか、仲良くさせなければって思ってない学校での友人関係、保育園でとかね、幼稚園でのね、友達関係が心配になるとかありませんかどうなんでしょうね一人で遊んだらダメなんでしょうか、ね、一人遊びをしていたら、もやもやするとかね、そういう話も聞きます。小学校入ったら、集団生活でうまくやれるんかなってそういう不安があるのもわかるんですけども、一人で遊ぶってことは僕はすごく大事な体験だと思うし、ね、そもそもとにかくね、 えー、幼少期の頃、特に9歳まではね、そもそも自分がやりたいと思ったことをたくさんやること、それを探求して、没頭して、違うなと思ったらそれをやめてみて、新しいことに取り組んでいくって、そういうね、機会がね、ものすごく大事だと思うんですよ。もちろん、子供がね、自然とね、友達と遊びたいんだったら遊んだらいいと思うし、遊びたくないのに無理やりみんな仲良くってことを押し付けることって、これって弊害以外何者でもないって僕は思うんですね。はい。あの協調性も大事だけど、とにかくまずは主体性。 であったり、自分の興味関心を見つけるっていうそういうことを、えー、低学年のうち、まあ、10, 10歳ぐらいまでは中心に見据えて、えー、その上でね、その上でそのやりたいことを実現するためにどうやって関わったらいいのかってその次のステップだと思うんですね。 もちろん、その、綺麗にね、じゃあ、まず主体性やってから次、協調性っていうわけではなく、グラデーションでね、えー、0か100かの問題じゃなくて、えー、主体性も協調性もどちらも大事だから、どちらも大事だから、もちろん、ね、人と仲良くするってことも大事だし、挨拶することも大事だし、ありがとうっていうことも大事かもしれへん。そういうことを習慣化させることも大事かもしれへんしね。 0、100の問題ではないんだけれども仲良くさせなければいけないっていうことを100子供に押し付けることで、えー、逆に苦しくさせてしまうんじゃないかなと一人で遊びたい一人自分がやりたいなって思うことそれも一人で遊ばせてあげてもいいんじゃないかなっていう気,うする気はするんですけどもいかがでしょうかはい19分の15人に迷惑をかけてはいけませんどうでしょうか迷惑をかけるなっていうこと自分の頭の中にない とにかく誰かに迷惑をかけてはいけないっていうことが頭の中心にあって今、子どもの振る舞いによって周りの人ねそれがもしかしたら近所のことか人かもしれない友達かもしれない見知らぬ他人いわゆる通行人かもしれない誰かの迷惑にかけてないかっていうことを常にアンテナを立ててね、子どもを見張っている監視しているで迷惑をかけ,たらかけてるなと思ったら駆けつけて何やってるのって叱る。 ね、そういうプールの監視員みたいなね役割それが親の,親の役目なんだと思って関わってませんかどうでしょうかでそもそも迷惑って何人に迷惑をかけるなって何じゃ人に迷惑をかけるなってことを考えてるけど自分に迷惑をかけてもいいのそう人に迷惑をかけるなっていうことを中心に生きていて自分の気持ちを、ねえー、無視していいんですか自分がやりたいことを我慢していいんでしょうかそもそも他人,に他人が言う迷惑っていうのはそれ人の価値観じゃないですか もちろん最低限はあるよ、えー。暴力を振るってはいけないとか、他人のもの,ものを盗んではいけないとか、図書館では静かにしましょうとか、そういうルールはあるよ。守る,守るべき法律もあるよ。だけど、迷惑ってじゃあ、どっからどこまでが迷惑で、どっからどこまでは共用できるの,のことなのそこを、ラインを明確にすることって大事だよね。で、おかちをよく言う話ですけど、おかち金髪にしたら迷惑なんですか大学時代金髪にしたら、親に言われました。迷惑だと。な、誰に迷惑かけてるのってことですよ。 迷惑じゃなくて、それはあなたの世間体でしょって世間体が気になることでしょってそういうことでしょ近所の人の目とか。そういうことでしょと別に、頻発にして誰かの迷惑になりますかじゃあ、それをちゃんと言語化して説明してくださいねってことじゃないですか。 迷惑って何なのかってこと。人に迷惑をかけるなじゃなくて、具体的に何をしてほしいのかっていうことを、えー、指示したり、こう,こういう行動をするとこういうことになるよっていうことを説明したりすることが大事だと思います。迷惑をかけるなっていうふうに、これはね、えー、怠慢だと思うんですね。怠慢であり、それでは子供には伝わらない。 なんか迷惑をかけてはいけない迷惑をかけてはいけないってなってしまって自分の気持ちを押し殺してしまうし助けを求めたら助けを求めたら周りを困らせることになる迷惑なんだと思って助けを求められなくなるってことも方もいらっしゃいます、はい、いるんですよなので迷惑をかけるなって言うんじゃなくて具体的にどうしてほしいのかであなたがしたことにとって私はどういう気持ちになったのかってことを伝えてあげるってことが大事かと思いますいかがでしょうはいいきましょうかあと4つやな はい。決めつけ19分の16。いい見本にならなければいけない。これはね、少なからずあるんじゃないでしょうか。親の発言とか、親の行動とか、親のね、えー、親と親同士の関わり合いとか、ママ友と,とのコミュニケーションとか、そういうの全部子供が見てるから、いい見本にならなければいけないって、自分にプレッシャーを与えて、自分を追い詰めていませんかもちろん。 子供は親の生き方を見て、親のコミュニケーションを見て、親の振る舞いを見て、コミュニケーションの方法であったり、生き方であったり、どうやって学習していくのかという方法であったり、挨拶をするかせえへんかとか、ありがとうって言うか言わんかとかね、親の生き方を見て、親との関係性の中でね、自分の人生脚本を作っていく、自分の人生において大事な価値観、ルール、信念を形成していく。 これは間違いないと思います。これは大事だと思うんです。影響しています。親の生き方はね。ただ、ね、何者かにならなくても大丈夫です。はい、あのー、自分ではない何者かになろうとすると、子供もね、自分ではない何者かにならなければいけないんで、そこがね、そこを見てしまうんですよ。なので 等身大の自然体の自分を見せていく。これがすごく大事なんですね。どこかの誰かがやってる、いわゆるインフルエンサーであったり、子育ての講演家がやってるようなね、私もああいう風にしなければいけない、ああならなければいけないっていう、自分ではない何者かになろうとするんじゃなくて、ね、究極の自分になるっていうイメージです。わかります自分自身、より自分自身になっていく。より自分自身のまま社会でポジションを作っていくいうことですよ。 ね、自分、自分のまま社会で受け入れてもらえないから自分を殺して生きるじゃなくて自分の感情、自分がやりたいことをどうやって実現するのかを考えてそれを実行していく究極の自分を目指していくそういう関わり方がいいんじゃないかなって僕はお勧めしてるんですよ、ね、これいい見本になるんじゃなくて究極の自分になるということそのためには自分の軸を作って自分はどうやって生きていきたいのか 自分が心から納得できる生き方、子育ては何なのか、それを言語化して、物語にして、そして具体的にそれを一つ一つ習慣化していく。そうすることで、無意識にガチャって組み込まれていき、新しい人生脚本が作られる。そういう人生脚本を作くのを、生き方プロジェクトとか、ライフスキルコーチ認定講座でやってるんですよ。がっつりやってるんですね、はい。なので、どこかの誰かにならないといけないんじゃないんですよ。あなたは、あなた自身になる。いいですかじゃあ自分自身で何なのか。 これを突き詰めていくことがないんですよあなたが何を求めているのかどう生きたいのかどう暮らしていきどういう関係性を作っていきたいのかこれを 極めていくということ。こういうことをしていくことで、ね、親も子も楽になって、親も子も自然体で、えー、ね、お互いが自立した存在として関われるんじゃないかなというふうに思うんですけど、いかがでしょうか。あなたには可能性があり、あなたには才能があり、向いてることと向いてないことがある。自分の得意を生かして生きる。自分の才能を生かして子育てをする。そういう、 生き方と子育てを見つけませんかっていう提案なんですよ。じゃあ、それどうやって見つけるのかっていうのをおかちの YouTube、ね。トップページの YouTube で、ね、あの80分顔出しのやつがあるから、長尺の動画見てください。で、あの公式 LINE でも、ね、26本の動画紹介してるから、概要欄からチェックしてみてくださいということです。はい、あと3つ。えー、17、何でも分かっていなければ。 ね、親として子供の気持ち、子供の考え、ねえー、子供の問題、子供のが、えー、友達関係、どうなっているのか全部分かっていなければいけない、全部把握していなければいけないと思ってませんどうでしょうかもちろん、ね、子供が今何に困っているのかとかね、どういうことがあるのかって分かっていたらすぐに対応できるから、知っていたいなって気持ちは分かります。わかるんだけれどもね、そもそも何でもわかることは不可能であると。 ここを大前提にすることが、あのー、お互いがね、人間として、お互い同じ対等な立場としてね、えー、対話するために必要な姿勢なんじゃないかなって僕は思うんですよ。そう。ね、僕とあなたは違う。で、あなたと子供もも違うんですよ。もちろんあなたとパートナーもね、他人なんですよ。 他人というのは、ね、先ほどでもお伝えしました。到底理解できない他者性を持っているということを自覚することが大事なんですよ。他者性を持っている。他者性っていうのは、どんだけ話し合っても、どんだけ一緒に過ごしても分かり合えないものを持っているってことです。はい。それを自覚する。だからこそ、分かり合うために知ろうとする。対話をしようとするんですよ。ね、分かったつもりにならない。ね、言わなくても察してよっていうのは、これは全く反対の考え方ですね。相手は私と同じ人間なんだと。 いうようよな姿勢ですねそこからは相手を縛るということ相手の可能性を縛ってしまったり自分のカプセルに入れてしまう母子カプセルとも呼ばれてますけど入れてしまって子供を、ね、依存させてしまうんですよ自立できなくするんですね親の価値観通りのことを学ばないといけない親の価値観に反対してはいけない親の意見に従,従わないといけないってなってしまうんですねはいなのでなので何でも分かっていなければじゃなくて分かり合う 分かり合うために対話をする必要があるっていうぐらいの考えでどうでしょうかってことですよ。はいね、対話をするっていうのはお互いが対等であり、ねあの、お互いのことを尊重しているというふうにね、えー、中で,中で、えー、相手の意見を尊重しながらお互いの意見を言い出す。えー、おちょっと今全然うまく話せてないけど、<laughs> うまく話せてないけどね。とにかくお互いが お互いのことをリスペクトし合える関係性の中でね、えー、対話っていうのが生まれるので、そういう関係性じゃなかったら論破であったり、ね、き問であったりね、えー、従わせる行為になってしまいますよね。はい、それは対話ではありません。 対応しないことには親子関係は良くならないということなので、お互いが納得できる話し合いをするためにも、お互いのことを尊重する。尊重するっていうのはね、あの人は子供は私と違う存在なんだと自覚すること。その中でこそ初めてリスペクトが生まれてくると思います。はい。なので、何でも分かっていなければではなくて、分かり合えないものなんだと。 いうことを自覚した上ででも分かり合おうとするその姿勢を持つことで対話をする機会を作ることこれが大事なんじゃないかなと思ってますはい19分の18やるべきことを先にしなければどうでしょうかやりたいことをする前にまずはやるべきことやりなさいって言ってませんやるべきことやるべきこと、ね、子供の、ね、器があった時にまずはやるべきことからこう敷き詰めて隙間 その空いた時に初めてやや,やりたいことやっていいよってやってません僕はね逆だと思うんですよ ね、子供の、ね、器があって、まずはやりたいことから入れていく。そういうふうに、えー、そういう時間を過ごさせてあげることが僕は大事かなと思っていて、というのも、やるべきこと、やるべきことをいっぱいや,やってしまったら余白がないでしょ。余白がなくて、ね、やりたいことって、例えば5分しかできないとか10分しかできないってなってしまうとね、疲れてるじゃないですかそのや、やりたいことをやるっていう段階の時はね。疲れていて、もうええわってなってしまうかもしれんし、とにかくやりたいことをや,やった時に、じゃ やりたいことやってたら、もっとこれ楽しみたいとか、もっとこれ知りたいってなって、学びに対する興味とか意欲とか湧いてくる。興味とか好奇心でしょ興味とか好奇心を出発点に学びが始まるんですよ。ね。えー、とにかく宿題ありきで学びが始まるんじゃないですよ。こんなことやってみたい、恐竜のこともっと調べてみたいなとか、ピアノパプリカもっと上手に弾きたいなとか、シュート試合で決め,決めれるようになりたいなっていうふうに、子供の興味とか関心とか欲望を中心に学びっていうのが始まる。 そこが学びの原点だと思うんですよ。そうじゃなくて、親から言われたことをやる。そこが学びの原点になると、勉強っていうのがつまらなくなってしまいますよ。ね。やりたいことを実現するために学びがあり、勉強がある。僕はそう思っていて、やるべきこと、そのやるべきことっていうのは自分が決めたことでもなく、選んだこともない。それを中心にね、自分の人生がね、作られていくってなると、未来に希望が持てないよ。 未来への希望がなくなると、そもそも何のために勉強するのか分かんない。ね、勉強するっていうのは将来の希望があるわけで、まるになりたいとか、あんな大人になりたいとか、あんな人になりたい。だからそのために勉強するっていう、未来への希望がないと学ぶ意欲なんか湧いてこないよ。 はいだから、やるべきことを先にしなければって本当にそうなんだろうかっていうこと、そこに問いを立てて、ただやるべきこともありますよね、問いを立てつつ、その中でどういうふうに子どもとコミュニケーションしながらね、やるべきことを子どもにさせるのかっていうこと、ね、やるべきことをどんなときでもさ先にしなければいけないっていう考えになるとね、子どもと対話できなくなるから。 本当にそうなのかということをね、問いかけながら、じゃあどう関わっていくのかということを子どもの年齢もあります。幼少期の時の子どもの関わりと小学校6年生の時の子どもの関わりは違うだろう。なだから、こうしなければいけないという決めつけを持って子どもと関わってしまうと、今の子どもと向き合えなくなるということかなと思います。はい、最後。 楽をしたら苦労することになる。まあ、これも18に近いんだけど、今楽したら苦労,苦労することになるよ。今頑張ってたら将来楽だよっていうことで、ね、とにかく安定した道を進まそうとしたり、ね、楽をしてる子供を罰して、ね、休んでる子供を罰してね、頑張りなさい、努力しなさいって言ってないね、若いうちの苦労は大事なんだよって、苦労とか我慢とか、そういうことを押し付けてませんかってことなんですよ。 もちろん努力することは大事だけど、おかっちはね、その、いろんな道があるときに、下り坂もいいんじゃないかなと思ってるんですよ、最近はね。はい、上り坂と下り坂。楽をしたら苦労することになるから、今はのしっかり登るんだよっていうのは、上り坂的な人生でしょね、上り坂。もちろん上り坂の中でね、えー、とにかく根性がついたり、ね、なんだろうね、物事を身につけるための方法が分かったりとかね、ありますよ。上り坂を進む中でもいろんないいことはあるけど、下り坂の方が楽に進めへん どう思います楽をするってことは僕は悪いことなのかなと思うんですよ。悪いことじゃないんじゃないかなと思うんですよ。ね、楽をするっていうのは、ね、自分が楽にできることを見つけるってことじゃないですか。 ね、どうやったら楽にできるのかなっていう自分の得意を生かしたらいいわけでしょ苦手なことをやったらこれしんどいんですよ。苦手なことは誰かに助けを求めて自分は得意なことで役に立つ。そうすることで楽になるわけでしょ同じ1時間でも得意なことをやる1時間と苦手なことをやる1時間ではパフォーマンスより大きく差が出てくると思うんですね。はい。これなんかのデータであったんですけども、あのー、ね、本を読むっていうスピード。まあ、本を読むというスピードね、ああなんだかな。ちょっと今ちょっと思い出しながら言いますね。本を読むっていうスピード。 本を読むスピードの速さをね、えー、測ったんですって。例えば、小学校1年生の、ね、クラスで測りましたと。で、小学1年生の A 組、A 組はね、読書が,読書が苦手な子、苦手な子にね、えー、じゃあ、本を読む、早く読むやり方を教えたんですって。本を早く読むやり方を教えてトレーニングをしたんですって。えー、苦手な子にねで。そこから1ヶ月経つと、その子はすごく本を早く読めるようになりましたと。確かに努力したら成長できましたと。 で、一方、1年 B 組、1年 B 組は、もともと本を読むのが早かった子、本を読むのが好きだった子だったんですよ。その子,その子たちにもっと早く、もっと本を早く読む,す読むためにね、どうしたらいいのかって教えたんですってで。じゃあね、その1ヶ月後どうなったかというと、1年 A 組、本を読むのがもともと苦手だった子と比べて、1年 B 組、本を読むのが得意だった子は、同じトレーニングをしていても、ねえー、本を読むスピードはなんと10倍。 差がついいたたみたいですよでもちろんね苦手なことをトレーニングすることで、えー、トレーニングする前とかだって伸びることはあるだけど得意なことをやった方がもっと伸びが,伸びがいいんですよ。ってなった時に、ね、楽をするってことは本当に悪いことなのかと自分が得意なことをさせてあげる興味あることをさせてあげるそっちの方が、ね、将来的なパフォーマンスが上がるんじゃないかっていう発想もあるわけじゃないですか。 ね、だから僕は下り坂の人生は悪くない。下り坂だったら、ちょっと努力したらすっと進む。上り坂っていうのはものすごく努力しないといけないし、もちろん、なんか上ってる、努力してるっていうね、なんかわからんけど自己満足は得られるよ。周りから褒められるかもしれん。頑張ってるねって。だけど、パフォーマンスで見たら、下り坂で進んでる方が楽なんじゃないかと。ね、流れるプールを逆走するよりも、流れるプールを、ね、あの浮き輪置いてね、ぷかぷか浮いてる方がすんなり進むんじゃないかなと思うんですけど、いかがでしょうかと。 ということです。本当に苦労すること、我慢すること大事なんでしょうか苦手なことを取り組むこと大事なんでしょうかその子が輝ける道、パフォーマンスを発揮できること楽をさせることこれも大事なんじゃないかなと思うんですけどいかがでしょうか。 はい。ということで今日はね、子供の可能性を潰す親の決めつけ19選と、じゃあどういう考え方、どういう関わり方をしたらいいのかっていうことを具体的に、えー、解説してきました。もしよかったらね、2回3回聞いてみていただけたら、脳にスーッと入ってくるんじゃないでしょうかということです。この番組では、親も子も楽になる緩める子育てをテーマに、子育てのイライラや自分責めを緩めるコツとか、子供を自立させる関わり方を紹介しています。ね、今回もね、もうやっぱ人生脚光の話です。親が、 言ったセリフであったり親の関わり方っていうのが子供の人生脚光になりその子供はその人生脚光に従って未来を生きるようになるということです。 なので子供が幸せになるかどうかは人生脚本次第なんですよ。あなたがどういう決めつけをしているのか、あなたがどういう言葉をかけているのか、それによって子供の人生脚本ができてくるから、ね、親の決めつけを緩めることで子供はね、子供の本来の可能性を生かした人生脚本を,を作っていくということなんですね。なので人生脚本を作るという意味で親の決めつけを緩めるということは大事なんじゃないでしょうか。 でねそういうふうにゆるめる子育てってこれは名付けているんだけど、ゆるめる子育て、おかちね、2023年に本を出しました。この本を読んでいただいたらね、えー、こうしなければいけないっていうそこをね、ゆるめる。そして、親も頑張りすぎずに子供をのびのび育てる。そういう関わり方が見つかります。子供との時間を楽しみたい方は、ぜひ概要欄にあるゆるめる子育て、手に取ってください。そして、レビューもよろしくね。レビューしたらおかちに、レビューしたよってコメントしてくれたら、めっちゃ喜びます。 はい。ということで今日はこんな感じでしょうか。I am a star, you are a star。自ら輝けば世界はつやつやと輝く。ワンダフルな一日をお過ごしください。バイバイ。頑張った。